この物語は、マインクラフトで学校生活を楽しむ少年たちの青春物語です。この物語はフィクションです。温かい目でご視聴ください。次、こちら寝る部屋ですね。はい。こことかでね、やっぱりいろいろ寝たりとかできるんで。ここね、結構ここは結構ファミリー向けなんで、ちょっと3枚置いてありますね。あ、僕一人なんでね、もう。ああ、そうですね。多分彼女いなさそうですもんね。はい。到底、じゃあ、タンスになってまして、こちらに服とか、はい、入れます。そちらの帽子も、ここに置いていただければいいと思います。ああ、わかりました。もうちょっと、こちらの、こちらよ。こちら。じゃこっち後って、後にしましょうか。こちらからしましょう。こちらお風呂でございますね。お風呂。あ、お風呂で。やっとこちらでね、自分でお風呂を開いて入ることができます。あ、いい感じですね、ここ。はい、いいですね、ここはね。こちらトイレになりますね。トイレにクリスマスツリー置いてあるんで、これキャンペーンなんで、ぜひクリスマスツリーとしてください。ありがとうございます。ここいろいろ人住んでるんで言い忘れてます。 OK です。はい、すいません。ね、こちら2階になるんですけども、こっちにね、こうワープするんですよ、こっから。あ、そうなんですか。ちょっと待ってくださいね、ワープさせますね。ね、こちらの部屋からですね。あ、ちょっとこちら物置になってまして。あ、物置で。はい。まあ、こちらにちょっと帽子とかいろいろ置いておけばいいかなと思います。ああ、先生なら本とかね、たまに生徒が泊まりに来たら、こちらにちょっと泊まらしたりとか。あ、物置に。はい、もうここ俺みたいな感じで。はい、こちらタンスになってるんで、こちらもお使いください。隣の部屋行きますね。こちらはこんな感じになってますね。こちらに机があるんで、こちらで勉強とかしてもらっても構いませんし、こちらで本を、マンケロ本とかここに置いとけばバレないんで、こちらでエロ本を置いて読んでいただければいいと思います。こちらタンスで、こちらクローゼットとなっておりまして、こちらに服を置けますね。あー、なんか今こちらどう思います、感想的には。いや、ここはほんまにいいですね。あ、いいと思います、やっぱり。うん、あ、よかったです。あ、よかったです。次こちらになりますね。あ、はい。ちょっとどっかのアニメで見たことあるかもしれないんですけども、とてもいい部屋になっております。はい、はい、まず玄関の横にね、こうちょっと今なんか服着ましたけど、このクリスマスツリーが置いてあるんですよ。はい、はい、こちらね、こう不審者が来てもこの弓で倒してくれるんで、あ、強いですね。セキュリティに関してはね、こういけ、オッケー、ナイス、はい、こういう感じになっております。木も生えてまして、すごい自然にいい感じでしてね、庭もこんな広いですね。はい、中の方を紹介していきますね。はい、こちら欠陥住宅でありまして、もう部屋ないんですよ、中にできてないっすよ。内装がないっす、内装なんですよ。なんでちょっと一部屋だけなんで、こちらにちょっと真っ暗ですけど進んでもらったら、こちらに部屋があるんですけど。のび太くんどうし、こちらのお部屋が最後になりまして。あ、はい、ほんと寂しいですね。寂しいっすね。寂しいっすね。いや、もう紹介が終わると思うと、ほんとこちらになります、最後のお部屋。部屋さん、ちょっと部屋、何これ、超かわいい。部屋の方をちょっと借りますね。あ、はい、店員さん、部屋のこちらに住んでもらって、こちらね、すごいアニメハッピーこの豚がいるんですけども、こちらとても美味しいお肉になっております。ああ、後でいただけるって感じ。はい、キャンペーンでいただけますね。じゃあ、はい、後であげますね。
で、こちらはペットのご飯が毎日食えます。お、なので飯は無料です。あ、それいいですね。いいでしょう。こちらにもキッチンがありまして、こちらを自動に、自動じゃないね、自由に使ってもらって構いません。あ、 OK です。こちらお風呂になってますので、こうやって入ってもらえるとまあいいかなと思います。あ、はい、下半身浴っていうんですかね、こういうの。あ、半身浴ね。半身浴でしたっけ。ははっ、ということで、お部屋の方がこちらになりますね。あ、狭いんですね。広いですよ。こちらの方がお部屋になりますね。ちょっと入っとってもらっていいですかね。あ、はい。あ、ちょっと新しい動物来ましたよ。新しい動物。店員さん、この動物なんて言うんですか。これめっちゃ可愛いじゃないですか。これはエボノスケですね。これなんて言うんですか。やばい、エボノスケですね。エボノスケ、バカな名前ですね。すがまりくんだけど、ボタンがついてるもんね。あ、泣いてる。あー、ちょっと待ってくださいね。あ、すいません、ちょっと用事終わりました。あ、こちらの部屋どう思います。ちょっとてか私の頭で見えない。どう思います、こちらのお部屋。いや、ちょっとここはないかなと思って。いろんなお客、おちょ、女のお客様が来まして、可愛いって言われますね、ここに来たら。あ、はい、可愛くなくても可愛いって言ってもらえるんでね。はい、とてもいいお部屋になっております。どうした、動物だ、どうした、どうした、ちょっと、え、捕まえてください、店員さん。いい子だ、いい子だ。超かわいい。超かわいいですね、これ。じゃあ戻りましょうか。ヘボ様、これで終わりなんですけども、はい、ちょっと中に入ってちょっとお話ししましょう。OK です。今回どのお部屋が良かったですか？霊が出るところ良かったんですよね、地味に。あの部屋ですか。はい。私的にはアパートが良かった。磯野くん。うっせえが、お前ら出てきた。私的にはアパートがやっぱり、なんて、安定というか、家賃も4万円でして、とてもなんか、一人暮らしで安定かな、みたいな。じゃあアパートにしようかな。アパートを、まあ、隣の借金取りはもう私がぶち殺しとくんで、それなら安心ですね。安心ですね。0721室ですね。はい、0721室ですね。がいいですかね。でも0721の方がちょっと広かったんで、あ、契約をちょっと書いてもらわなきゃいけなくて、まあ、そちらはもう後ででいいんですけども、2ヶ月分は払ってもらわなきゃいけないんですけども、最初に。あ、はい、大丈夫です。お金ってありますか今。あ、お金ありますよ。8万円なんで、鉄が8個ですね。鉄が8個で、はい、鉄が8個ですね。鉄が8個、8個で、はい、受け取りました。ちょっと待ってくださいね。あ、まあいっか。はい、受け取りました。じゃあお部屋は明日からあなたのものなので、はい、いろいろ改造とかしてください。ありがとうございます。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。はい、マジ客めんどくせえ。なんかのボタンほんま一番今まででめんどくさかったかもしんね。ちょっと家決まったからさ、ここで寝んのもう最後やねえねんか。ごめんな、バナナ。さよなら。帰る。